はい、皆さんこんにちは、タナタナタカです、今日1月17日、はい、今の気温がね、23度、華氏23度、おそらくマイナス8度ぐらいじゃないですかね。はい、これ今日皆さんに持ってきました、はい、ホホバオイル、JOJO でホホバ、はい、ネイティブのね、いわゆる、まあ、インディアンと言われてる人、ネイティブアメリカンが使ってたんですよ。でホホバっていう木かなが取ったこういう油でこういうツヤがつくんですよね。でまあ保湿作用があるんで非常にいいという。私これ知ったの本当3、4年前です。アメリカに20年も住んで全く知らなかったです。だけど非常にね、まあ天然、100% 天然ですから非常にいいわけですよ。変な保湿クリームを塗るよりも全然いいと思います。ぜひ皆さんお試しください。はい、今日はね何を話すでしょう訴訟の賠償金、まず、名誉毀損ってありますよね。よく今最近、なんか松本人志問題で、名誉毀損で訴えるとかいろいろありますよね。要は自分の名誉を傷つけられて、相手を訴えるというんで、日本、まあ、マスコミの報道を見ますとね、大体100万円から200万円らしいです。で、対してアメリカどうなのかっていうことを話しますとね、まず昨日ですか、トランプが裁判出廷しましたけども、これは作家のジーン・キャロルっていう人が損害賠償を求めてるんですよね。でこれの、求めてる金額が、500万ドルですから7億4000万円あ、ごめんなさい、1000万ドルですね。1000万ドルです。要は80年代ぐらいにニューヨークのホテルで、ホテルじゃない、百貨店かどっかで襲われたということで裁判になって、これ一応彼女勝ってるんですよ。で勝ってね、トランプに500万ドルの請求が命令が出てるんですけど、トランプこれ嘘だって控訴してるんで、まだこの裁判は終わってないんです。でこれに対してまたトランプが暴言吐いて、私の名誉は傷つけられたからってまたそれで裁判してるわけですよ。でそれが1000万ドルなんです今度。ですから倍になってるんですよね。でこれが、ね、多分ね数週間でこれは終わるみたいです。はい、ですからもう金額がね大きく違いすぎるわけですよ、日本とアメリカで。であとその企業賠償っていうんですかね、これに関しても全然違いますよね。例えば昔よくありましたマクドナルドでコーヒーこぼしただけでね何億円取ったっていうね、ちょっとやけどしてというのがありまして、これこの前アトランタ近郊でもありまして、おばちゃんがねダンキンドーナツ行って、ちょっと持ってきましょうか。確かね70歳のおばあちゃんだったんですよね。でダンキンドーナツ行ってコーヒー買ってコーヒー入れてもらってこう蓋をするわけですよ、ね、でこの蓋がちゃんと閉まってなかったんです。それでパッとコーヒーがこぼれたんです。ここにこぼれたんですよ、膝にね。これで大やけどして、彼女はグレイディホスピタルで病院に行って、そこでまず、入院2、3ヶ月かなしてたのかな。それでまずの入院費だけで、確かね20万ドルぐらいをまずもらってるはずなんですよ。でその後で、裁判になって、それでまたおそらく、確かね3ミリオンか5ミリオン取ったと思いますよ。で実際にじゃあその3ミリオン5ミリオン取っても弁護士がおそらく 30% か 40% 持ってくるんですね。まあ、それがアメリカ の, いわゆる訴訟です。で実際にちゃんとやってる弁護士もいるわけですよ。だけど
まあいわゆる悪徳弁護士というか、こういうですか賠償専門の弁護士がいて、やっぱりこう組むわけですよ。で、私の友達のね、お寿司屋さんで実際にあったのは、床で滑って転んで怪我したと。で、訴えたわけです。やっぱりそれもだから20万ドルか30万ドルの請求でして。で、いろいろ調べたら、そのなんかね、おばあちゃんっぽい人だったんですけど、その人はなんかいろんなところでやってるんですよ、それを。ですからもうそれでお金を取ろうという、もう専門ですよね。で、そのおそらく弁護士も同じ人がずっと組んでるはずなんですよ。まあアメリカだからそういう面で怖いといえば怖いですね。だから日本で仮にコーヒーこぼしてもね、あ、ごめんなさいね、で入院費、出すの、入院費を出すのと、あと洋服が汚れたお金で100万円も絶対取らないと思うんですよ。まあこの辺がそのアメリカの怖さではないかと私は思います。はい、以上です。